母さん、ギフトありがとう。よいしょっと。よいしょっと。こらしょ。こんにちは、補助通信。ああ、全然大丈夫だよ。外じゃん、そう。握手会場の外から配信中。待ってね、オレンジジュース持ってきました。テロップ入れます。11時30分まで。次18時。ふん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 がない。ふん、あった、できた。 OK。 ハッシーかわいい、ありがとう。紙コップだからオレンジに見えん。確かに見せようとしたらこぼれちゃう。うん、あはぁ、雨は降ってない。雨はなんかお昼になんかジャーンって降ったらしいけど、もう降ってないでございます。じゃじゃん、この配信はこれですね。5時から30分、次は6時1分から30分で今日の配信は終わりです。あと1時間なので、皆さんよかったら星投げと50カウントお願いします。背景レンガ、そう、可愛くない？レンガと、こっちは青いんよね。そう、写真撮った時はこっちで、配信はちょっとこっちにしてみた。ジジムカ、またありがとう。めっちゃ可愛いんだけど、本当今日は初めて来ました。このハイカラさんみたいなやつにポニーテール、髪型を変えました。ポニーテール、ラスト7分もよろしくお願いします。しんしん丸さん、ハートありがとう。今日家でずっと寝てるわ。寝てたの。マットさん、ミルクレープ食べたい。変わってるな。東京流通センターナウ、靴がいっぱいあるよ。靴屋さんなのここって、東京流通センター。50カウント完了です。ありがとう、こんばんは。今日は帰らない。明日も、そう、明日はスタジオとチャートリの公演あって、明後日はスタジオのイベントがあります。10に帰れるんかな。10に帰れて、そんな感じ。10の夜に帰れそう。ラストも頑張ってください。ありがとうございます。50カウント完了、ありがとう。めっちゃ可愛い。本当ですか？好評？好評なんかな、これ。ここから有馬里空で初めてみんなでお揃いの服を着てみた。ハイカラさん、ちょっとだけ違いました。違いました。あ、違った。ラストも頑張ってください。ありがとう。ハッシー、ハート、スマイル、弟さん、花束、みやんこ先生、パンジュラ、モスターさん、ギフトありがとう。すごくすごく可愛かった、ありがとうございます。あ、そう、新幹線とかが止まっとるらしくてから、そのナブのやつが前倒しになったりしたけど、7部、ラスト7部もあります。台風大丈夫なんかな。夜、今日の夜来るみたいな。カウント終了、ありがとうございます。50カウント完了、ありがとう。ありがとうございます。台風に気をつけてください。気をつけます。握手会今暑いです。暑いです。外は暑いね。ムシムシ熱々です。アリちゃん、もときちゃんだ、やっほー。トンネルにアリちゃんがいるみたいな音する。嘘、トンネル。かわいいな。好きだよ。剣田けんけん。剣田けんけん、何、うさぎの LINE のうさぎ子に、うさぎどうでした、
うさぎコニーのうちはどうでしたか。誰に見せたん LINE のうち、うさぎコニー。広島からの帰りだよ。お疲れ様です。スマイル弟くん、停電するとエアコン使えないで気をつけて。死ぬ。エアコンないと生きれない。総一郎さん、ハートありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。あ、平野雄一さん、クマありがとうございます。クマ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 、ありがとう。名前はこっちで、ケンケン、ケンケンありがとう。今からバイトなので頑張ってって言って、ふーちゃん、ふーちゃん頑張ってください。ファイト、ファイティング、ファイティング、スターティング。ファイティング。ご時間としてあやさんありがとう。約束のクマ、ゆういちさんありがとう。クマ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 、ジジマくん、誰もありがとうございます。かわいかわいすぎる、本当に。さっきありがとう、モネちゃんありがとう。シンプルになりました。そう、ポニーテールになりました。ハーフツインテールやったんですけど。カウントしたよ、ありがとう。あやなちゃんありがとう。ミロさんかわいい、ありがとうございます。明日から名前変えます。ヤバちゃん、ヤバちゃんは今日で終わりか。明日からはなんだ、ズミン、ヤッホー。館のリオさん、お疲れ様、ありがとうございます。お風呂は早めに入って、なるほど、入れなくなる。マジか。ありちゃん、うちはちゃんと今度作るで。マジ？ありがとう。刺身さん、ありがとう。刺身さん、食べたい。温泉に入りに山梨に来てる。山梨、いいね。握手会お疲れ様、ありがとうございます。ポニー、マジ大丈夫か、ほんまに。そんなに、でもそう、写真撮った時はね、写真が漏れてないよね。どうしようと思って撮り直そうか。そう、メールに送りたいんやけど、写真が漏れてなさすぎて、もう一回撮ろうかな。握手ありがとうございました。ありがとうございます。ゆりちゃん、小包みありがとう。ありがとう。最後、みゆきちゃんにもゆりちゃんって言っちゃった。なんか間違えた。また会いに行きます。織姫ちゃん、ありがとう。待ってるよ。明日は始発から8時まで電車止まる。あ、明日も止まるんですか、電車とか。大変だ。赤似合ってる、本当。赤好き。バミンミンちゃんに会えた、本当に。バミンミン、あ、会えた、赤会えた。バミンミンちゃんが来てくれた。めっちゃ可愛かった、やばかった。暑い、マジで。それな、トロちゃんのクマクマ受け継いで頑張れ。トロちゃんのできるよ。クマ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 。本家をさっき見たからね。刺身は何が好き。刺身はまあサーモンなんですけど、ハマチも最近好きやね。マグロはネギトロ丼のマグロしかあんまり好きじゃないんですけど。ネギトロトロ丼だったら食べれるけど、刺身のマグロあんまり好きじゃないな。いつも隣ですね。いつも間違えないよ。もう何言ってんの。初見で NMB 大好きのゆかちゃん、ありがとうございます。初見嬉しい。ST48 の峰吉ありさです。よかったら右上のハートをポチッとしてルームフォローお願いします。眉毛かっこいい、眉毛かっこいい。じゃじゃん、まっすぐ平行眉毛。縁側、あ、縁側ね。縁側お寿司のやつでしょ。ハマった。なんかそう、初期の頃のっちゃんがめっちゃ縁側好きって言ってて、縁側ってなんや。その頃はマジサーモンしか食べてなかったけさ、知らんくてから食べてみたら美味しかった。縁側ねえ、1万人おめでとう。姉ちゃん、姉ちゃんありがとう。1万人ありがとう。広島に帰ったら1万人ありがとう配信をやろう、やろうやろう。11日か12日やろうやろう。
今日はありがとう。あ、ひろきろさんありがとう。まみんみんちゃん一人参加で頑張って褒めてあげて。それな、一人で千葉県から来てくれてありがとう。まみんみんちゃん無事に来れてよかったよ。カウント完了。ふうくんありがとう。ありがとうロブ。携帯の充電早めに行いましょう。今からでも遅くないので。あ、ありがとうございます。そっか、そういうことね。カウント完了。みんなありがとうございます。垂れても上がってもいない平行眉毛。そう、ひざくんのお疲れ。ちょろくてそうだね、ちょろいけど、でもちゃんとありさに戻ってくれくれるピザくん、さすが、さすがです。1時間、1週間限定で名前が変わるの。あ、1週間で変えるの大変だね。星投げ頑張るぞ。ありがとう、めったりかさん。ふうくん、ハートもありがとうございます。広島めっちゃ晴れてる。いや、関東というか東京、ここ東京、東京も晴れてるよ。晴れてるというか、分からん、晴れてはないかもでも雨は降ってない。7時間目も頑張れ。野佐野くんありがとう。お外で配信してるの。そう、握手会場のちょっと外、握手会よね。そう、今日は握手会だよ。12はやめて見れない。あー、ゴゴリバ。あー、そっか、12日ゴゴリバやんこんにちは、こんにちは。ピザだとどこやこもちんだ、こもちん。勝利さん、こんにちは、こんにちは。みっこさん、お久しぶりです。覚えてますか。みっこさん覚えてます。ありちゃんとマリナ推しで、あ、カエサルさん、マリ推しやったんや。ありがとう。これからもアリマリよろしくお願いいたします。神奈川雨やばい。神奈川県。星投げと50カウント完了。ありがとう、誠さん。風がやばいかもしれん、風めっちゃ風が吹いてるかも。雷は大丈夫な人、大丈夫な人、うん別に微動だにもせんよゴロゴロ鳴ってもピカピカ光っても別に微動だにしません。オレンジジュースで乾杯。はあ、わお暑くない、大丈夫。なんか昼に比べたら全然暑くないもう昼はめっちゃ暑いよね、朝とか昼とか。若秀さん、ヤッホー。今メール今来た、ほんまに。そう、まだメール今日送ってなかった。今日の1通目送りましたあとで今日のハイカラさんの服となどなど送ります。送りやす。アリサ単押しなのにみんなに DD と言われるしゃあない、アリサは単押しだと思っておるぞちゃんこくん、コップ二重にしてる。そう、なんか1個コップ1個でよかったんやけど、なんか2個取っとってから1個返すのもなぁと思って持ってきた2個とも2個取ってしまった。うん、紙コップ二重重ねあれ熱い、なんかスープとか作るときにしかやらんけど、二重は全然常温、ぬるい冷たいのに2個重ねてしまった。瀬戸内は暑すぎてやばみ。握手会早く終わらないとやばいね。あ、そうそう、7部来れない方は、そう、5時間目に前倒ししたんですよ。そんなにやばいんやね、今日の台風って。私はありちゃんだけです。おー、嬉しいわかるわわかる。こんにちは、こんにちは。タピオカが宿題だったってことは、タピオカ解禁。そうそう、さっきの宿題はタピオカの、好きなタピオカを教えてっていうやつそう、みんな書いてね、書いて、早く渡して早く知りたい。一人
ちゃりごとさん、花束ありがとう。ちゃんこさんはありさ楽しそう。ありちゃんとマリナとマリナのお姉さんも推しです。大谷姉妹の不思議な雰囲気が好きなんだ。なるほど、アミピーか。マリナのアミピー、僕もタン推しです。アリコッコやろ、アリコッコタン推しやろ。さっきおもろかった、アリ14って、これ何、アリ15 アリ17 何これ、アリサをつけて50カウントしてくれてんの、まさかウケるんだけど、なんか癖強い50カウント見つけた。好きなタピオカ聞いたの、さっき宿題の何お題。50カウント完了ありがとう。アリココは楽しなので、それな。お、津田ちゃん、津田ちゃん、クマありがとう。クマ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 ありがとう。ジアレイ神、何やったっけ、ジアレイじゃなくて新安寿、新安寿がいいって言ってた方もいたな。アリちゃんが一押しです、やったー、イエーイフルコース完了ありがとう。これ袴です、袴、浴衣は今年はいっぱい来たからね、袴を着て、そう、東京で浴衣見れなかった方のために袴を着ましたミロさん、誰もありがとうございます。ミロさん、タピオカ新安寿飲みたいんやけど、早く広島のレクトにできたらしいです。のんちゃんに聞いた、パセイラの地下食べようか、よきよき、パセイラの地下、スタバで何飲むん、スタバ、スタバはね、リンゴのやつ飲んだよ、新作ピンクのリンゴ飲んだけど、そう、アリサはからまだグリーン飲んでないけど、分からんけど、アリサはなんかあんまりリンゴ感ない感じがした。なんか桃のやつあったじゃん、あん時みたいにザ・桃って感じのやつの方が好きだった今スタバリンゴ新作だから飲んでみて、そう、新作があんまりない時はあれ飲んでます、抹茶かキャラメルかダークモカチップフラペチーノが大好きです。その3つのどれかやね、いつもその3つのどれかにチョコチップ入れたり、そう、ソースかけたりするぐらい。ピラツグさん、タヌキありがとう。タン推し、キュータン、ブタパン、ブタパンじゃね、ブタタン、ブタタン、袴似合いすぎ問題、ほんとに嬉しい。これ一人だったら絶対着れなかったけど、有馬リソラやけ、そう、有馬リソラ3人おるけ着れた。そしたら今日アズノあーちゃんとカノンちゃんも浴衣着てるんですよ、めっちゃ可愛い。そう、アリサラが3人で袴着て、あーちゃんとカノンちゃんが浴衣着てるの、バリバリ可愛い。シーバマキヒロさん、ハートありがとうございます。ねえ、可愛い姉ちゃんありがとう。姉ちゃん、姉ちゃん、歌唱王、何言ったの、歌唱王はなんかもっと上手い人が出るやつだけど歌唱王ね、歌唱力ナンバーワン決定戦でしょ、 AKB のあれは大切な君へです。そう、井上園子さんの大切な君へを歌いました。大切な君を思って歌ったので聴いてください。ぜひ来週12日放送です、ぜひ聴いてください。今年いっぱい資格勉強で会いに行けんから、つい資格勉強頑張れ姉ちゃん。マリナとお揃い、そう、有馬リソラ3人、青も美味しかった、本当にゼリーっぽいんやな、へえ、ゼリー系か。スタバ怖くて入れない、嘘、めっちゃ入ってるイメージあるのに、チャビチャビさん
新安住めっちゃ美味しいよ、マジか。新安住抹茶飲むはいつも抹茶、抹茶美味しいよね、なんか柔らかい味がするフラッペがリンゴ味じゃないね、あんまりリンゴ感なくない、あんな若干リンゴって感じなくてザ・リンゴですって感じのやつの方が好きだね。アリサ桃はめっちゃ桃だったじゃん、桃の果肉がいっぱい入ってからザ・桃って感じだったけめっちゃ好きやったけど、リンゴはあんまかもしれん。今回のキャラメルの方が好きだった、前のキャラメルスモアフラペチーノ。桃めっちゃ美味しいよね、復活してほしい桃。桃は夏になったら出てくるよね。お昼牛タン食べた、いいなぁ、いいなぁ、いいなぁ。え、ティー頼んだことない、フラッペじゃない方、なんか、なんだっけ、マキアージュじゃなくてマキアージュは違う、あれや、マイアンさんのコスメや。なんだっけ、キャラメルマキアート、キャラメルマキアートとか、そういうなんか大人っぽいやつ飲んだ、ラテとか、スターバックスラテとか大人っぽいやつ飲んだことない、フラペチーノしか飲んだことないアリノン大好きスリル、ありがとう。トゥルルトゥルン、あーちゃんとカノンちゃん浴衣をする、そう浴衣をする、抹茶とキャラメルめっちゃ飲むよね、美味しくない、普段真面目に星集めしてないからてんやわんやウケるありがとう、全然星投げと50カウント待ってます。ありここで写真お願いします、ほんとオッケー。さっきね特訓した歌だな、そう、あ、そうめっちゃ下の方で読んでるコメント、多分下多分めっちゃこれなんだ、マキアージュの話だ今待って、あ、ここだ、よかった。スタバ怖くて入れない、スタバ美味しいよ全然どんな味キャラメルマキアート飲んだことないんだよね、美味しいマキアージュはあれだ、アナスイ、アナスイ、そもそもスタバに行かない、行った方がいいよスタバは、今日頑張ろうって時とか生誕祭の時に飲んだもん、リンゴのやつ、今日頑張ろうって時とかに飲んだらいいと思います。うん、キャラメルマキラーマキラーチュ、今度パルコの中にスタバオープンする、え、そうなん、パルコの外にあるのに中にもできるんですか、やばー、どんだけやねん。チャイティーラテしか飲まない、チャイティーラテね、かわいい、行きたすぎる今日は袴を着てみましたもうちょっと早くから早くからベビーにしとったら今日も感謝枠になってたかもしれない、ほんとごめんね、このそう、この9月8日今日にコスプレするっていうのはねめっちゃあの直前に決まったから、そう宣伝が遅くなった、かわいいのありがとうございます、カウント完了です、青さんありがとう、宣伝が遅くなっちゃった、これはごめんなさい。さくちゃんハートありがとう、なるほど、握手頭でした、タイガーマスクがありがとう、もう帰るんかいな、カエサルさんかわいいありがとう、人を楽しませてさ、嘘本当に、大阪はあの感謝枠のツーショットとサイン会の時だけセーラー服を着ます、普通の握手会の時は素子服を着て、サインとツーショットだけセーラー服を着ます。母さん尊いありがとう、普通にカウント完了ありがとうございます、ツーショット撮りたいんご、ツーショット撮ろう、うちら帰れるんかな、それな、みんな帰れるん、今日帰れる、かわいい、ありがとう、すけさん、
すけさん、ありがとう。たくさん星投げました。ありがとう。エチエチすぎんかしら。なんでそんな想像したやろうって感じ。なんでやねん。セーラーエチエチ。アリサはエチエチ要素出せない。出せない。結構ゴーって言ってるしな。これ何の音なんかな。1時間目だったからもう家でさ、お疲れ様です。26分嘘、本当だ。そろそろギフトの時間で、ありがとうございます。じゃあギフト読んで、パンデラモンスターさん、さくちゃん、母さん、カエサルさん、シーバ、マキヒロさん、ベンゾーくんだ、ありがとう。サトさん、パンデラモンスターくん、シーバ、マキヒロさん、ひらつぐさん、ミラさん、津田ちゃん、ひとりごとさん、ふうくん、ゆりちゃん、ビロさん、じいじまくん、そういちろうさん、ひらのゆいちさん、バンデラモンスターさん、みやこ先生、スマイル、おとっとさん、はっしー、しんしんまるさん、けんよんぽちさん、はっしー、ちょぴちょぴさん、しらたまくん、バンデラモンスターさん、ギフトありがとう。ではランキングいくね。13位、たびねこさん、12位、ゆうぼうさん、11位キングちゃん、10位キャロットさん、9位総一郎さん、8位さくちゃん、7位キズナックさん、6位なりますカッパさん、5位ネイビームくん、4位杏仁豆腐さん、3位平野雄一さん、2位パンデラモンスターさん、1位は1位はダラン、カタカナのスイスイが入室しました。ありがとうございます。あっという間、それな、ありがとう。もうあと2分で30分だ。ありがとう、早っ。アバターありがとう。受け取ってくれましたか。ありがとうございます。パチパチパチ、ありがとう。じゃあこの配信はあと2分後の5時半で終わって、次は6時の1分から30分やったら、今日の配信はもう3時間だ。今日の配信はあと30分で終わりです。皆さん、次の6時1分までに星集めをしていただければすごく嬉しいです。あともうちょっとで11位の方に追いつくので、ご協力をお願いいたします。スタバはいつもあれ通るだよ。でも新幹線移動時の長い時はグランデ頼む時もあるかもって感じ。はい、またね、ありがとう。袴姿も可愛かった、ありがとうございます。あともうちょっとで追いつけちゃうので頑張りましょう。本当だ、すげえ、ありがとう。次の6時1分の配信までに、あの星集めをよろしくお願いします。また6時に、また6時、袴めちゃめちゃ可愛い、本当にありがとう。あ、まだ29分だ。まだまだだ。追いつきたいな、そう。追いつきたいな、そう。あともうちょっとで追いつける。こんにちは、ありがとう。では、30分休憩でーす。次の6時1分でお会いしましょう。じゃあねー。ありがとう。バイバーイ。バイタラポー。お疲れ様。次の